コソバレ・アスラには、スウェーデン・クリシャンスタード出身の、スウェーデン代表サッカー選手、レアル・マドリード・フェメニーの所属。スピードとテクニックを兼ね備え、女子サッカー界のズラカン・イブラヒモビッチと称される。幼少期のアスラには、サッカーと共にアイスホッケーもプレーしていた。15歳で、スウェーデンの女子2部リーグに属していた、ビンメルビュー・イーフに加入四48試合で49得点を、 あげた。その後に届いた多くのオファーから一部リーグのリンシェーピング FC に移籍。リンシェーピングでは当初ベンチメンバーの扱いだったが、出場試合での活躍により重要なメンバーとなり、2009年のリーグスーパーカップ優勝にも貢献した。2009年12月4日、海を渡りアメリカのシカゴレッドスターズへ移籍した。シカゴレッドスターズでは7週目に、 リーグ週間最優秀選手に選ばれるなどファンの信頼を獲得。シーズン終了後、リンシェーピングに復帰した。リンシェーピング復帰後も UEFA 女子チャンピオンズリーグでスパルタプラハやアーセナルから得点を挙げるなど活躍したが、シーズン途中で太ももを怪我してしまう。2011年12月に地元クリシャンスタード DFF に加入。 パリ・サンジェルマンでプレーするアスラに半年間のクリシャンスタイドでのプレーを経て2012年9月にパリ・サンジェルマン FC に移籍した。2012から13シーズンはリーグ19試合に出場して17得点7アシストを記録した。パリ・サンジェルマンでは3年半プレーした。2016年1月22日2年契約でマンチェスターシティに移籍。リーグタイトル及び WSL コンチネンタルカップを獲得した。その後、2017年8月にサンドリン・シェーピング FC へ移籍した。2019年7月18日、2020年に、レアル・マドリードの女子チームになることが決定していた、CD ・タコンに移籍。女子チームの銀河系軍団第一弾と報じられた。2008年9月、ルーマニア代表戦で、スウェーデン代表デビュー。 翌2009年には欧州選手権にも招集された。2011年の FIFA ワールドカップでも重要な選手となると見られていたが、最終的に代表から外れた。アスラニの代表落選はピア・スンドハーゲやアメリカ代表監督らからサプライズと表現された。スウェーデン代表でのアスラニその後はロンドンオリンピックやリオデジャネイロオリンピックでもプレーし、リオゴリンでは 銀メダルを獲得した。ワールドカップに関しては2015年、2019年に出場。2019年大会では3得点を挙げた。また、欧州選手権に関しても2009年のほか、母国開催となった2013年、2017年と3大会に出場した。ポルトガルサッカー連盟が主催するアルガルベカップにも出場。2009年大会。 2018年大会と2度優勝したほか、2013年大会ではアレックス・モーガンと共に得点王となっている。スウェーデン代表として140試合に出場して37得点を記録。出場試合数、得点数ともにスウェーデン代表歴代トップ12名を連ねている。ありがとうございます。